人を信じることもできなくて、人から信頼されることも少ない。誤解されるくらいですと。悲しくて死にたいですということですね。うん。人を信じることができなくて、あ、すいません。なんかちょっとココア飲んじゃいましたけど。人から信頼されることも少ないと。誤解されちゃうんですね。悲しくて死にたいですと。 だからまあコミュニケーションがうまくいってないってことですよね。コミュニケーションがうまくいかないから人から信頼されないし誤解されちゃうということですよね。でもコミュニケーションがうまくいかない原因っていうのはそもそも自分が人を信じられなくて距離を取ってるからということだということですね。で悲しくて死にたくなっちゃってると。はい、なので,で、どうしたらいいのかというと、まあ、まずはですね、あのカウンセリングとか保険 まあ医療、精神科に通うとかですね、信じられる人を作っていくってことですね。で、まあ、みんなを信じることはできないし、信じるべきじゃないので、まあ、いい人を信じればいいんですよね。だから会社の人、職場の人全員を信じる必要はなくて、まあ、信じる人を何人か増やしていって、 でそうすればその人たちとうまくコミュニケーションを取れるようになると思うので、まあ、取れなかったら取れるように練習していけばいいので、で練習していけば信じない人、あの信用できない人ともうまくコミュニケーションを取れるようになっていくと思います。まあ、ゆっくりやりやましょう <music>